おはようございます。2015年これさよならだったの。12月22日、おはようございます。火曜日、冬至です。本日は冬至です。ちょうど2週間前が、テディさんいなかったんだけど、スピリチュアルテレビで、爆弾発言と爆弾のような、重大な事件が起こったのを皆さん覚えていただいておりますでしょうか。何？そんなこと起こったっけ？起こりましたですね。隣にいる方がなんか一人でなんか僕は決意しましたとなんか決意表明しておられました。ああ。よく皆さんがよく覚えてくださってますでしょうか。あなたという習慣を断つってやつね。そうですね。最近僕の愛読書です。そして自分でなんか一人でおもむろに2週間前はですね、一人で自分からなんか決意をされておりました。はい、車運転しててパッパッてやらないってやつでしょ。うわってならないってやつでしょ。ほぼやってます。ちゃんとできてるよ。人というのはですね、非常にですね、自分で何かを決意するとかですね、何か一番多分厄介なのは自分で、自分に対して何かを決めたりとかですね、で人に対して何かを言うよりもまず自分ですよね。自分がそこでどのようにもう納得してるかとかね、で自分で気づいてですね、ああそうだったなとかですね、それがやっぱり多分ここがみんなそれをやるからこその人との関わり合いではないかなと最近こう富に思ってくる今日この頃の私なんでございますが、それ最初だんだんこうさっき言ってたテーマがどこから入ってくるんですかね。何ですか？その出足で。いや全然大丈夫です。うな重と思う。いやもう全然大丈夫。今からあなたが言わなくても大丈夫です。はい、もちろん言ってくださっても大丈夫なんですけれども、本日は私のふるさと愛知県一宮市のとあるホテルからお届けしております。はい、で今日のテーマは、いや今日まだ行かない、まだ最初の前置き、まあ本当にね、前置き長いんでさ動物占い的に言うとムーンチームさんは、ね、お月様のチームはもう前置きがないんですよ。まだ先週を前回を引っ張りますので、いやそれで終わっちゃうかもしれませんね。本当にですね、ぶらりみんなね、基本自分勝手なんですよ。自分勝手だと思います。はいはい、もちろん本当にね、思えば思うほど、人というのはですね、勝手な生き物だなってやっぱ思いますね。はい、もちろん自分も含めです。どこ見て話してるんですか？どこ見たらいいのかわからないから目が見えてないんで私。ここ。あ、そうですか。大丈夫ですか？この目線でも。その目線がいい。あ、大丈夫ですか？天は多いでしょ。すみません、申し訳ございません。ちょっとあまり目が視力が良くない。あ、そうですね。そうですね。目が良くないという言い方変ですけどね。視力があまり若干はっきり見えてない。ボヤンという世界で生きておりますが、この例えばですね、このボヤンとした世界、見るっていうことでもすごい思うんですね。私が見ている世界と、このね、トシさんが見ている世界、皆さんが見ているこの目で見ている世界と同じように自分が見ているように他の人も見ているのでしょうか。そうとは限りませんね。色でもそうですよね。自分がこのように、なんかこう、こうだと思っているものと同じように、その人は見ているのでしょうか。そうとは限りませんね。確認できないもん。確認できないですね。決して、どんなもの、たとえ鏡に映ってようが、たとえこうやって映像に映ってようが、何かにあろうが、それは私が私である限りは私の目から見ている見方なので、それが、ずっとこう、いつの間にかの習慣で。僕はいないかもしれない。
そうなんですね。例えばそんな感じですね。でいたとしても見えていない人もいますよね。たくさんの人の中で例えばですね、ふっとこうどんなにたくさんの人いつも思いますね。百貨店とかでもこの間3日2日前ですね、その名古屋に愛知に来ました。名古屋でお友達と待ち合わせをするのに、名古屋のですね駅のね、金時計という場所があるんですが、高島山に、ね、はい、非常にですね、お休みもありまして、たくさんの人のものすごい日曜日だった、まあ、人だったわけですね、うん、で待ち合わせしたんですけれども、私の方がちょっと先にちょっと車を降りまして、で、用事を済ませて金土圏に行って、まあ、トシさんも待ち合わせるんですけれども、たくさんの人がいる中でもこうパッと、いつも思うんですね、その中で、その中で、見つける、見える、これ結構すごいことだなってやっぱ思うんですよ。あのね、先入観を持ってね探すとね見つけれなかったですよね、うん、もうね僕ね、ななみちゃんがね白い服を着ていたという前提でねこう見てたらね、いないよ、黒い服着とった。私はその時ですね、実はまだちょっと携帯電話を持ってなかったのがあって車に忘れたね。そうですね、で iPad は持ってたので、iPad の下に目を移してあまりこう探すという行為をしてなかったんですよですね。でただ下を見てて立ってたんですけれども、でどこにいるのというそのあれですよね、 LINE が来ている分で見た時にどこにいるのと、私ここにいるのになと思ってパッと顔を上げたら私すぐ見えるんです。本当に目がそんなに、まあもちろんその時はコンタクトとかしてるんですけれども、でも見えるんですよ。あ、いたって。この感じですよね。このたくさんの中にいるのにその人をすぐ見つけれるとか、よくありますよね。あと、たくさんの人がいるところで全く全然知らない土地でも誰か知ってる人とパンとこう、あれ？って気づく。でもその時にそれさえ見て、そっちの顔方向に顔を向けてなかったら絶対に、たった本当に聞いてますか？うん、聞いてる、うん、微妙な感じのちょっとしたところでこうその人も 見なかったら分かんないわけですよね。分かんないんだけど通り過ぎてしまうのに何かパッとこう、え？あらーっていう、こういうことがですね、非常に、野田さんおはようございます。おはようございます。野田さん朝からおしゃれですねって、今日お出かけなんで。まあ、いつもそうなんですけど、ね、小野さんおはようございます。おはようございます。で、本当にねこの感じなんですね。自分が見る世界とか見えている世界とか見てるものっていうのを、いや、すっごい思いますね。たくさんの人がいればいるほど、いる中でもパンとお互いパンと目が合った時に、あとも知っている人とかで、全く知らなくてもその時にニコッとすると、なんかどっかでお会いしましたかってお話ししてみると結構共通点がある人だったり、昨日も実はまたそういうことがあったんですけれども、2年前にまあ、よくね、こちらに愛知に来た時には行きつけのちょっと、まあ、カフェがあるんですがですね、カフェがあるんですがですねという、でそこでですね2年ほど、ちょうど本当2年前ぐらいだったんですけども、まあ、行っておりました。そこで ある、まあ、女性がですね、隣に座られた方が、まあ、何かこうオブジェを作られる、ね、フラワーオブジェを作られる人だったんですけども、まあ、そこはそれで隣に座られてですね、まあ、普通に私はそこのママと喫茶店のママとお話をしながら、そしたらパッと見ましたら、その彼女が持っているものが、まあ、最初はムーミンとかがその時ちょっとブームだったんで、みんなの中ではその3人共通点でムーミンの話をしてたんですけど、パッと見るとですね、マスキングテープってありますよね。マスキングテープがですね、
私が持ってるマスキングテープと同じものを持ってたわけなんです。で、ただたまたま私はその時持ってなかったけど、ノートにそのマスキングテープを貼ってたので、あ、これ見てくださいって、同じって、あ、本当に私もこれ好きなんですって。で、結構そんな感じで、ちょっと盛り上がって、その彼女のオブジェがちょっと面白い。私これ今 Facebook の、ちょっとトップページに変えようかなと思ってるんですけど、またよかったら見てくださいね。で、そのオブジェと私はたまたまミーとスナフキンを何の持ち意味歩なんですかね、あの大根。まあいいや。で、ミーとスナフキンを持ち歩いてたので、それとともに記念撮影なんぞをして。あのミーとスナフキンはゆっこさんに。あ、そうそうそう、ゆっこさん、ね、そうです、スピリチュアルテレビの大先輩のね。ゆっこさんですね。ゆっこさんから本当にいただいたスナフキンとミーを持ち歩いてた時だったんで、スナフキンとミーちゃんとその彼女のオブジェとのこうコラボ写真みたいなのをオブジ撮っェってて、大根ですよ。で 気になる方は見てください。大で、根がポン。もう分かったからね、もうそ次ね。で、そして、まあ、それで終わったわけです。で、大根ちゃん、僕もこの間大根になりましもうた分かけりど。ました。で、それで、実は昨日ですね、昨日まあカフェに行きまして、そこのカフェでは、昨日はトシさんはディジュ昨リ日ドのゥの、話でしょ？そそうでれ、すよ。ずっと。うん、昨ディ日。ジュリドゥの、まあ、レッスンとかね、まあ、私も違うお仕事とか、最初はまあしてですね、まあ、1時、2時間それが過ぎて、さあ、また一息ついて、コーヒータイムと言って座って、で、パッとこう、隣の人の袋を、カバンに目が行ったんですけど、なんと、その同じ人の話ですよ。そこはその時まだ言っちゃダメですね。あ、なんだ。それ、あなただから話の流れを最後まで聞かなきゃダメです。ね。もうバラしちゃダメです。今。もうバラされてましたけど、本当ね、なんかね、私見たことあるような花柄のって、これマスキングテープとは全然関係ないんですけど、今度はその人が持って、隣の人と持ってるバッグが、私が持っている、洗面用具を入れるポーチの柄と同じシリーズのものがここにあったから、あら、私これと、これの同じサイズ、同じシリーズの、ポーチ持ってるんです。で、パッとお顔を見たら、その人はそのマスキングテープの彼女だったんですよ。で、あらーとか、お久しぶりですってあちらも言われて、あらーとか、で、また同じもので、同じようなもので、話が盛り上がってな、まあなんか本当にね、ちょっとでも、ただ共にいたくても、でも私に1時間ぐらいは違うことをしてたから、全くそこは目に入ってないんですね。隣にいらっしゃった女性が、あ、可愛い色の服着てるな、ぐらいで見てたんですけど、まあ、実はそのマスキングテープのその彼女のお顔はやっぱそんなに1回だけだったの、覚えてなかったんで、ただ、そのなんとなくだけど雰囲気は、覚えてたんですけど、なんかね、こんな風にですね、人というのはですね、いつになったら、ん？何が？うな重の話になるのかなと思って、まあいいや。いいですよ。どうぞどうぞ。本当にですね、こんな風にですね、これをよく、シンクロとかね、言葉がよくね、出てきますね。で、もうシンクロとかいう言葉になってくると、もう多分そこはね、常において何かは常にシンクロしていて、何かそれを勝手に自分で、あ、これはなんかシンクロだなとかね、そういうゆう言かさん、葉ありがとうに、ございます。当てはめていくっていうだけのことなんですけど、怒ってその気づくっていうかね、その感じですよね。自分の、見てる世界とか、でも多分本当に同じようなものとかね、実は結構同じようなものも存在しているんですけれども、そこに何かの共時性を自分で何か意識したりとか、パッと意識を移すっていうその感じがですね、非常にですね、なんか、面白いなと。で、今日の、なんか隣の方がですね、とってもつまらなそうにしてるんで。つまらなくないけど、何も意見を挟み込む余地もないし、うなずくべきなんかもないし、要素もないし、どうぞご自由をご発言ください、たい的いな。や、でも、この感じってやっぱすごいよね。同じ人に同じようにまた声かけるという。まあよくあるよ。ねえ。
よくありますよ。本当にね、これね、実は、多分すごい不思議じゃなくて、ね、あちらさんが覚えてて、いや、前も同じこと言いましたよとかって言われるんですよ。でね、本当にこれすっごいだからね、自分なんかね、なんかすごい面白い。でもその人もたまたま来てるんですよ、やっぱり。そんなに頻繁に来られてる人じゃないんですよ。で、やっぱり思い起こせばちょうど1年ぐらい、あ、2年ぐらい前だった。ちょうど12月18日だっていうのは写真を残してたので、あ、そうですね。今はそういったのをすぐこう残してたり何かがあるとFacebookでね、結構入れてるしね。そうね、そういうことやってると、iPad のね、写真撮って、はあ、どこでいつ撮ったかぐらいのこと記録してくれるもんね。ありがたいな。でそこを見返した時にとかなるんですけれども、なんだかね、これをどのように考えていくか、じゃあその人と次何があるかとか、まあそこでは実はなくて、それを単なる、あ、まあ偶然じゃんって片付けてしまうこともできますし、何年経つの？なんかこれはきっとあるよって思うと、きっとあるよが起きていくんですね。そうですね、はい、ただで、よくありがちなのが、で、そこで、でもだからといって、そこで何かを、常に実はそうなはずなんです。常に絶対そうなんですよ。そこで何かが。こういう一瞬一瞬が、その、大きい小さいとかに関わらず、全部そういうふうになっているのに、そこに自分の意識がどうあるかだけで、そこを、じゃあさらにまた何かしよう、しよう、しようという、いわゆるその、なんだろう、そっちばっかりで思っている時と、いわゆるこう発展性ですよね、意識の。だからそこで、なんていうのかね、あ、じゃあこれは違う共時性、なんだ、何かこう、あ、その人、じゃあその人とそんなことがあったから、じゃあ何かその時にっていうのか、そういう感じですね。あ、でも、あ、そうなんだね。で、その時一緒に一緒、でもすごく楽しいわけです。昨日のその瞬間はですね。で、この感じが、なんだかね、なんとなくですけれども、すべてにおいてそうなのに、何かそこで特別なことが起こらないと、よく皆さん言います。よく、今すごくね、何かあるときによく言われるのが、それはあなたが特別だからとか、たまにね、たまによく結構言われることも、あなただからとか、いや、それはどうかなとか思うときあるわけです。別に。全くなくはないね。うん。もちろん個々にある皆さん特ある部分も皆さん特別なんだけど、でもそれはだってこの瞬間も今あなたと私がこう出会ってるこの瞬間も特別なんですよというふうに思っているかどうかというところはあるかなと。まあ、あなたのパターンだからぐらいのことですよ。そうなんですよね。そうなんです。そこにだんだんこう思うわけですよね。でもそのパターンを繰り返すことがいいかどうか、それも分かります。そうです、そうです、そんな感じです。で、お待たせしました。それからよくその前の日にまた戻るんですけど、そこからどうやってそこへ行くのか、今日はですね、全く脈絡がないような気がするんですけどねテーマをね考えようかなと。明るくなったり暗くなったりするの、なんだろう、なんか離れて暗くなる。大丈夫ですか、私の感じ。全然大丈夫です。どうですか。皆さんはご存知でしょうか。ノアさんが、お二人のペースがいつも面白いです。喧嘩することありますかって。喧嘩しますよ。よく聞かれる。ね、この間、実は今回、愛知県の一宮市の方に来てるのは、僕の実家があるのですけれども、19日にですね、うちの実家から車で15分20分ぐらいのところの隣の江南市っていうところがありまして、そこのお寺さんでコンサートをさせていただいたんですけれども、その時にもなんか言ってたよね、ななみさん MC で喧嘩、僕らよくね喧嘩しますかとか、よく聞かれますね。その前の日のワークショップの時でもある女性からですかがね、彼、いわゆる親父ギャグとかね、その辺のことでこういろいろこう皆さん盛り上げるの好きなんですけども、なんでシャレを言うことを親父ギャグって言うんだろうって、いや置いとこう、はい、で言うんだ、そう言って、でその方が、私もワークショップで受付とかしてましたらね、終わられた時に
すごく優しいし、すごく楽しい、あの旦那さんでいつももう喧嘩なんかもないでしょって言うから、もう思わず。ずいぶん僕は誤解されていますよね、そういう意味では。いや別に誤解じゃないと思います。そこはあ後にしましょうね、はい、私が言ったことはその方にはーって、あの多分、あの夫婦ですからって言っておきました。あの男のご主人隣の芝生は青く見えると。芝生はね、あのそんな感じで、多分あの、あの、あなた自分を見て喋ってるんだ、そこの。いや私全然見えてないから。ここ、ここ、あこっちですね、はい、あのどこの夫婦もあるように当たり前に喧嘩もすると思いますし、当たり前に何分何か、あずっとこれがいつも一緒にいますので、これがって言って、あこの方がですね、でそれをどのような状況で自分が聞く、はいはい、どのような状況で自分があるかによっては全くその時の対応も違いますし、もちろんご本人しょうがないよね、その時の気分があるもんね。ご本人の気分もあると思いますので、うん、僕気分なんでね、はい、で、そこのコロコロ変わります。そのどの部分にあなたが皆さんが接してるかだけで、私は全ての面を接していますから、そのことで全てではないと思う。全てでももちろんないと思います、うんうん、ただ多分皆さんが見ている等と違うところの面もたくさん見ておりますので、はい、ですから多分あの他のご夫婦と同じだと思いますとお話はしておきました、うん、分かんない、他のご夫婦分かりません、それも分かりません、うん、でも多分知らん、うん、喧嘩しない人たちもいると思うよ。あると思います。だから多分その方の思われる夫婦像がどうなのかわからないけど、それに関しては隣の芝生は青く見えるということはお伝えしておきました。で、はい。はい。何の話？今、ゆうさんが、ななみさん今日も一段と可愛いですね。どんどん可愛くなっていきいます。いますね。可愛さの秘訣教えてくださいって。可愛さの秘訣ですか？教えますよ。ゆうさんはどちらにお住まいなんでしょうか？あの今ね、おかげさまでですね、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもわからないんですけど、個別でしかお教えできないんです、この秘訣実は。昨年度私は2ヶ月ぐらいの間に20キロダイエットというものをいたしましたし、昨年3月からね。そうですね。で、あと3ヶ月じゃないの、2ヶ月で、あと3ヶ月で20キロ痩せたって前言ってたと思うんだけど、まあ大体2、3ヶ月にしときましょうじゃあ、うん、はい、で、そのあたり、あとは僕は10キロ痩せました。で、それからですね、結構今ですね、新しい電子というものを取り入れることをやり始めまして、で、そうなりましたら、なんだかわからないけど、私50歳になったら生まれ変わるってなんとなく子供の時ってある時から思ってたんですけど、まさに今それを、なんかこう、そんな気がするぐらい、まあ、まず体重がそれぐらい、あのか肉体的にそれが本当に、ね、あのねってどう言えばいいんですかね、同意を求められて、私の場合はですよ、あの私の場合はそういう形だったんですけど、そこでまあちょっとリセットした時に、さあでもこれからどうやって生まれ変わるんだろうと思っておりましたらですね、いろんなことが起こりますね、意識、もちろん意識とかそういうものっていうのでいろんなものが作れて、ゆうさん横浜だ、じゃあね25日に川崎のノポリトに来てください。あのいろんなことが起こってきて、で、千葉さんおはよう。きっとですね、すごく思うのは本当にあのどん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 愉快などんどん、なんて言うんでしょう。これがどういうんですかね。これまたうなぎの話にはいけないね。いや、行きますよ。無理くりでも行きます、私は。行きます。無理くりでも行くんですが。しないでもいいんじゃないの、うなぎの話。それ後に置いといて。で、そう、何を言おうと思ってた。あ、そうそう。あの、きっとね、そうです。あ、電子。あの、きっとね、作っている世界とか。テリーが電子を取り入れるって言って、なんかちょっと。電子を入れるんですよ。そうです、電子を取り入れます。あの例えばですね、これシータの時にシータヒーリングというのも私すごくあの勉強させてもらって、一時今でもですけれども、あのそのテクニックを割と使うことっていうか日常に使わせていただいてるんですけれども、それに
その時にもすごい感じたのは、人のやっぱり意識とか、そういうものって本当に無限なんですよね。だから、多分本当にもういつも自分でも思うんですけど、なんで飛行機が飛んでいるんだと。これはもう、なんでこんなものができているんだと。で、自分の頭でなんか考えたらもう全くわからないことですよね。だけどそんなものが今存在していて、で、自分たちは、自分は本当それを使ったりとか、その恩恵をこう、ちゃんといただいているとか、で、その中において、じゃあ一体自分は何がこうできるとかね、自分って一体何だろうっていう時に思った時に、思い通りにいかないとかね、何かこう、寒くないですか？私だ、あ、暖房ちょっ切れてと、ますよ。ちょっと寒くなってきましね。た。ありがとうございます。で、何かこう、だけどこんなはずじゃなかったとか、これは自分体制ですよ。世の中に対することじゃなくて、自分の気持ちとかね、自分の中の葛藤みたいなものが、子供の時から、何が一番、何が一番嫌かなとか。何が一番辛いだろうかって思うと、私の場合は人を憎んだり、人を羨んだり、なんか人を攻撃しようという心が自分の中に出てきた時っていうのは一番怖かったんですね。そのような状態の自分になるという状態がものすごく嫌だった時がありました。で、嫌って言いながら、やっぱそういう状況が、その嫌っていうとね、結局そういう状況起こりそうになった時に、だから人を拒否したりとかですね。あ、もうこれ以上ここに踏み込むと、その人のことが本当に嫌になると思うと、そこにこう踏み込ませないとかですね。そういうこと、子供の時からそういうふうに、自分でこう、人との関係を作ってたような気がするんですね。で、ただ、それがですね、なんかある時から全く本当に全然そんなことを感じなくなった時があるんです。で、それは何かなって、これは自分なりに勝手に思ってた時は、子供の時って私すごい、アトピーがひどかったんで、非常にこう、いわゆる抗生剤とかね、そっちの薬がものすごい多かったんですけど、今から思うと、あれを使ってる時って、意識的にどうしてものすごいなんかね、自分を卑屈に考えるっていうか、本当に人を羨んだり、本当に人を大嫌いだったりとか、そういう状況実はあったんじゃないかなと。で、20代時にちょっと出産をすることで血がこうバーッと出たり、血を入れ替えるみたいな状態が起こって、デトックスというのを始めた時に、気づいたらなんとなくだけど、そういう感覚がどんどんなくなっているところがある。で、これ、だんだんこう、もしかしたら、意識だけど、やっぱ物質的なもの、物理的なものっていうのは、やっぱ肉体物質なんで、何かあるっていうのは常に思ってたんですけど、で、彼と出会った時にすごい衝撃だったのは、同じものを同じように食べたとしても、彼は全然平気なのに、私はやっぱりそれが非常に体に負担になるとか、同じ状況にいても私はヘロヘロになるのに彼は全然平気だとか、そのところからもまたすっごいいろいろね、何を話そうとしてるのか、だんだんわかんなくなってた。電子の話。結局、それが非常に、最テ近、ディがいろいろ情報を出してくださっあ、たそうんなでんですすか。ね。いろんな電25子。日の森戸のね、ああ、登れコンた。サート後に、美魔女美魔男無料体験会っていうのをやりますから、20秒でお顔変えますから、お顔だけじゃないよ。まあ、これ以ぜひ、上、ご興味があれ電ば、子という遊のびにで来は、てください。まあ、それぐらいにしときましょう。多よくはかっ語たれないら、のでございま本す当語れないですね。個別で。もしくは、ゆうさん、ご連絡ください。今日から25日まで東京にいますので。で、うなぎですわ。どう？唐突ですね。さて皆さん、なぜうなぎなんでしょうか？この時期。う実なは、重と、今が本当はうなぎ旬でしょそうですね、きっとそうです。大好きな、みんな大好きなって、みんな夏がそうかの、わかんないで夏す。のね、土曜にうなぎを食べるっていうのは、あれはなかなか昔は庶民のうなぎは食べ物だったのに、そうです夏ね。場はやっぱり食欲が落ちて、
うなぎが売れんのよ、平賀源内先生、なんとか、なんかあんたの知恵でなんとかしてもらえんやろか。お、土曜の丑にうなぎを食べると精がつくということにしちゃいましょうや。お、それはいいですね。で、夏の土曜の丑にうなぎを食べるっていうのができたそうですよ。平賀源内さんの発明だったんですね。エレキテルとか作った。それで、なんで、なんかね、うちの両親が急にうなぎを食べたいと言い出したんですよ。つい先日ね。お店なんかおいしいところがあるから行こうやと。ななみちゃんもどうやねっていうことで4人でうなぎを食べに来ましたとさ。で、その時にそこのうなぎ屋さんにあったのが、うな重とうな丼だっまあたんどでこでも大体ありますけどね、うな重とうな丼。で、す。僕まあ、とどこで違もあう、るか大どう体かうはな分ぎか屋らさんにない。行けうなばぎう屋なさん重とは、うな丼はありあまったすの。よ、大体で、ね。お店、例えば料理屋さんだったら、その中でうな重ならうな重だけとか、そういううな丼とされてるとこもあるし、高級そうなお店だとうな丼って書かなないいですよね。ね。やっぱうな重っていうふうに書いてるとこが多分ん、多いと思うんでそうすけそうそう、ど。頭から入ってきちゃった。 それで、そこでそのうな重、僕と父はうな重だったんですけど、母親は私はうな丼がええわって言って、同じ値段なんですけど、うな重とうな丼が来ました。何が違うんだこれ。うなぎの量も一緒やし、重箱と丼ぶりだけか違うのは。なんやろ。はい、どうぞ。で、まず思うのはですね、そこでお母さんがうな丼という言葉を選ぶのと、この2人がうな重という言葉を選ぶ、そのまず選び基準というのもありますし、で、まあ、本当にね、すごい人ってすごい面白いですね。何かを選んでいくその基準とか、それ状なん態、か先入観というか先自入分観のなその。のあれでしょうね、先入観でしょう。そうなんとななんくです。僕としてはうな丼よりうな重の方が高級感があるっていうイメージ持ってるわけですよ。でも同じ値段なのになんだろうっで、て思いながら頼んだんだけどさ。小島の、トシさんのお母様ですね、非常に、質実剛健という方なんですけども、すごく質素に、お考え方がそういう考え方の方なの昔で、のお母さんそうでですよ、そう日です。で本すかの。ら、特に日本の女性なので、もう私は特に値段のこと言われます。私は安いんがいいわとか、安いのがいいんだわとか。で、だあれから、はまね、ず、自分は安くてええのよってそういういうふね、うに、やっぱりそう日いう本のね、女性なんですね。子供にはええもん食わそうしなて、ん自です。分自は分のもう旦質那素さなんもにはのととか、かね、そういう感じスのトイ考えをおック持ちの方日なの本ので。母なんですよ。そうなんです。で、そうすると、まあ、いわゆる、そうなりますと、そこに意識が行くのは、まず、そこの、ドンだという言から、ドン葉。の方がやっぱり、銃よりも、っていうふうに思っておられる思っと。てるんだよね。そうなんです。でも同じ値た段なんでだ、すよ。そ正こ直言っでたら。皆さん面白いことがあるんです。そしてそこのオーナーに、店長さんに彼は聞いたわけです。店長というか、おとちゃん、はい、おやどさちんらのが、帰りがけ違ね。うかなと。いやー、美味しかったっすわーっつって、本当美味しかったんだけど、ああ、ありがとう、ありがとうっつって。ところで、うな重とうな丼って値段一緒なんだけど、何が違うんですかって。丼と重箱の違いだっけですかって。うん、一緒。その重箱か丼の違いだけ、うちはね。ただね、僕としてはね、うな丼がおすすめなんだよね。なんでかっていうとさ、ほら、丼はさ、温めれるじゃん。コーヒーカップ温めると一緒でさ、重箱は温めれんじゃん。だからね、いつまでもね、あったかく食べれるんだわ。うな丼がおすすめ。そそこれ、のお食べ店るは、前に聞きたかったよねって言って帰ってこきれましは、た。そうです。そこそののおお店は店なんですのけど考えね。方だとそう思うんなんですでよ。す。ただ、まださらにあるのは、というふうに、すごく、私はそれの時に思ったわけですね。お母さんが選ばれたのは、本当に自分のそこは、いや、本当これね、私、すごくね、非常に。で、結果的には、お母中に様手が残は、っそうなんです。そこの場所では、一番おすすめのものを実は食べられてるわけなんですね。これがね、私、ちょっとあの時に来た時にね、見たね、目もね、うなぎの量同じだと、うな丼の方がたくさんうなぎが入ってるように見えたんだよね。面白いな。でも決して、お母様は当然そういうことで選全ば然れてそんるなわこけでとしもてなないんいでですす。よ。まずは本当に自分はうもういないか丼らでとよ、か、私は。まあ、
ただですね、本当にここに関して、そこをいろんな考え方があります。今はいろんなことも言われています。自分が望んだものが手に入るからとかいうことで、本当に、ただそこの部分を、それすらもですね、ある部分、どん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 超えていったところに、自分の部分は本当にそこはよくってみんなが喜ぶことがいいんだというふうに思うこの母の心というのは多分ですけども、どんなに一生何があったとしても、そこは絶対に私は地球で、地球上の、なんていうんですかね、本当に女性の中の共通認識として深いところに絶対あるというのはいつも思っております。いくら何があろうと本当にどこかにあるんですね。でそこを言葉としてただ表現したりとかして何かをするということが、まあ、どのように見えてるかにしても、そこの表層の部分だけ見るといろいろ皆さん人は言いますよね。どこの部分でも、でも本当のそこの部分だけを見ていくってことがみんなにできてるなったりとか、みんなそこがあるんだってことに気づきさえすれば、私はこれはすごいことだなと。うなずとうな丼のお話でこの間の時にはですね、結局その後にうな重とうな丼って、まあ、ウィキペディアで調べてもどちらも何も変わり、そんな何もないんですっていうことが、言い方が違うだけという形で、お店によって違うと思います、うん、そうですね、それはそのお店に聞いてくださいっていうぐらいで、何もそこにはなんかないみたいなんですね。それもウィキペディアなので分かりませんが、ただ、非常にですね、私はその時にですね、これはね、こういうものというのが、何かお店によってはでもうな重の方が高くてうな丼が安いっていうところがありますもんね。まあね、人の価値観とか人が見ていく場所というのが、本当にこのようにちょっと視点を変える、ちょっとその意識が違うだけで起こってくる現象っていうのがどん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 変わってきて、そのことは多分ですけれども、そんなに難しいことでやっぱりないような気がします。今日の話はみんなが良いように一歩下がって一番安いものを頼んだつもりが一番いいものを得たという教訓かな。うん、そうでもいいけどね。別に値段一緒だったんですよ。うな重もうな丼も全く値段が一緒だったんです。多分ですね、まあ、母親はそのよくあるじゃないですか、その上特上とか波とか、それでそんな特徴じゃなくてええわって、私はこれでええわって言ったんだけど、まあええがねって、そんなもん今日はええわ一番高いやつ食べやーってなったんだけど、いろんなその時によって、いろんなものっていうのが考え方がすごいあるし、いろんなことがなんかね、私はですね最近自分で思ったことっていうのでは、よくみんなこれ私が本当に自分で思ってることなんで、一時は自分もそれをやったことあるんですけども、自分にご褒美とか言いますけれども、これはもしかしたら自分にご褒美なんていう言葉っていうのは、なんかだんだんこう、これは自分でするもんじゃないなと、人からいただいた時がこれはご褒美であって、決してそれを自分でするもんでは、自分に対することっていうのはやっぱり、単にそこは、先に対する投資ですよね。自分はこうしたい、この人のために役に立ちたいとか、このようになりたいから今は自分のために勉強する、自分のために今これを使う、自分のためにでもそれは自分のためイコール世の中のそういったことのためにすることであっての自分に対するもの。ただ何かによって何かをご褒美をよく言う、そういう言葉も今日は自分のご褒美のご褒美だとかっていう言葉がありますが、なんか前も私もそういうことがありましたけど、今はだんだんそれがなんかそこじゃなく、このお母さんの状態を、今回のお母さんの状態のその時を見た時も本当に、まあ、それをお母さんがそれをご褒美と受け取られているかどうか、それは別、それすらも別ですよね。そんなことも何も考えておられないかもわからない。でもそれぐらい、たくさんの、多分これは自分に対して自分にご褒美ではなく、たくさんのご褒美というものは周りからいただいて、それがこんなふうな、こんないいことがあったな、こんなふうなものいただいたなっていうふうに、なんか生きていけると、もしかしたら、次は私はそこにやりたいなと、ちょっと思った瞬間なんですね、その時において。なんかすごい、すごいな、これはと。自分にご褒美って思ってもいいんじゃないの？
それを他の人からいただくという意味です。他の自分にするのではなく、私はですよ。もちろんいいと思います。そういう時もありましたので。いくつものパターンあるでしょ。だから構わないと思うんです。そうじゃなきゃいけないわけでもそうです。ただそんなことです。で、自分は前もそうだったけど、なんとなくそれを次はもし目指すことがあるとすれじゃあ、ば、今日は自分にご褒美と思って、それでまた楽しく元気に生きていけるなら、それでいいんじゃねえの。で、いいと思います。私もそういう時もありましたので。大事なのは、自分が楽しく元気になれることであって、それが何であろうがいいんじゃないの。と思います。私はさ、そこなので、自分で次はそのようにありたいなと思った姿だったんです。もうすごいな、お母様って、やっぱすごい、そこの部分に対して、そういう、なんとなくその姿というのに対して、私はすごいな、私もそういうふうにありたいなと、自分の祖母とかですね、やっぱり、なんかこう、そこに共通する、母とかですね、にあるものの何かが、そういうところがみんなあるっていうのを、ちょっとふっとこう思い立ったわけですね。何かこう、本当に人のため、人のためということがほとんどで、その部分において何か来たことで、誰か起こったことに対して、これは良かった、嬉しいなというふうに受け止めているその姿というのは、なんとなく、この間、うな重とうな丼の時だったんですけれども、としさんのお母さんには、その姿を見せていただいて、私は本当にすごく、なんだか、本当にですね、なんか深いところの何かがちょっとこう、違うスイッチに入ったなと感じた時なんですね。うな重、うな丼は非常にいいですね。非常にいい非で常す。にいいですね。何言こってれるはのうかよなくわかりま重、せんけど。私の中ではうな重、うな丼の上に、母の、なんだろう、母だけじゃない、なんかわからない、なんか深い何かのところの、感じる時です、ございました。これ自己犠牲の相手は違うと思いますけそうどです、ね。そんなことじゃないんです。そういうものじゃないんです。決してそう犠牲するとか、そういうことじゃないんですね。そうじゃないんです。でもそのね、自己犠牲って見る人もいるんだよね。そこ見も、る人にとっては自己犠牲なんですよ。でも、それは多分。そでれも、はその人のそその時の目の見方だと思うん本で人す。は何とも思ってな何いとのに、そもの思ってないんだと思うんです。自分犠牲にしようなんて一つも思っ全くてない思っのてないでで、すね。例えば、女が、本当に子供を産む時に全くそんなことで犠牲になってるとかも本当に命思までわもないでね。すね。絶対にその心のどこにも何も思ってないと思います。それを、何か違う風に、思わなきゃいけないような風潮みたいなものとか、そこに意識がある時はそのように思うかも分かりませんけれども、決してそれはやっぱりそうじゃないんだろうなというふうに、ちょっと感じた時でしたね。かのんちゃん。かのんちゃんのお母さんも21日何も食べなかったの。入院して。これ大変だったね。ご退院おめでとうございます。ありがとうございます。で今もの時期、ね、いや、何もないっす。今の時期テは、ディ、名古屋で食べ食べしたいんや。何を おいで。何を食どべれたでもね、もういっぱいあるでよ。い。また誘うわ。来年の4月のに、ちょっと、我がふるさとで、スピリチュアル系のイベントがあって、僕らも出演するので、そこに来れや、何を言おうと思ったか、もうだんだん今何時になってきてるのかというの8時に。52分、8時52分、8時52分。今日は先ほども言いますけど、これから、東京さ行く東京だ。の方に行きますね。車で行くだ。富士で、山が見えるかも。非常に残念なお知何らが？せなんですが、おお。いきなり。いきなり、これは勝手に自分の問題です。何？今回ですね、私、東京に行くのにあたって、一つ楽しみがあったんですが、その楽しみはちょっと無残にも、ちょっとこう、チャーララーになっちゃいまして、ちょっと残念かなと、目がなんとなく遠い、昨日の夜、ふとなんかこう、それが急に思い出したわおけ正なん月です帰ってね。こんの？彼は。帰ってくるみたいなんですけんじゃど、今、岡ただ山そので時に会えるかどうかという返事が会まえだるなでいしみたょ。いな。会える
でしょ。あの、そうだ、息子がですね。まあ、かわいいかわいい、あの、息子がですね。東京さんいるんでございますが。なかなか会うことが。ほら、時期忙しいって、忙しくなくても言いたいかもしれんよ。そう思ったんですけれども、どうやらそっちの方はないようで。本当に忙しい。本当に忙しいみたいな。仕事も忙しい。そう、ワーカホリックというかね、関連ももう仕事が大好きで。前が若いからね。もう気持ちやってってちょ。なんで名古屋弁だと。なかなかね、この時期ですね、ちょっとあのお母さんがこうやって、お母さんだよみたいに行かないんですけど、あの、なかなかちょっと行ってご飯一緒に食べようよっていうぐらいで言ったとしても、もう。え、今年の正月に会った以来会ってない？うん、なんか今年は行けてないんで、東京に。正月に会ったもんな。そうですね。東京行ってる？行った時も多分会えてない。うん、もう本当に忙しい。そうなんです。こちらもちょっと、あの、なんかこう、ずっと、もう本当に行くだけというかね、あの仕事をさせていただく感じだけだったので、で、今回はちょっと、ちょっと長い滞在ですから、時間が少しでも取れたらと思っておりましたら、あちらの方が。うん、ちょっとあの、世間、一般的な親子関係ではございませんからね、特にね。ああ、去年再開したんだっけ、うん、一昨年ですね。もう一昨年になりますか。そうですね、うん、もう2年は経ちましたけど、ね、10年ぶりにね、10年ぶりに、はあ、息子なんですね。非常にやっぱいいですね。あの、柳沢の波乱万丈の人生をね、まあ、ご存じない方も多いかと思いますけれども私、七海さんの3番目の旦那でございまして、旦那っていうか、連れ合いでございまして、前のパートナーとの間に3人お子様がおられましてね、そのご長男さんがのお話でございます。でございます。ただこれ、11年ほど前にあの離婚されまして、七海さんね。そうですね。それ以来、お会いになってなかった。そうですね。それがやっと、彼が成人した時にですね、はい、再会させて旅をした時に、しかもフェイスブックでつながったというフェイスブックすごいです。現代のですね、まあですね、あの、自分でもね、やっぱ思います。このよく皆さんに言っていただくんですけど、今特に今出会っている方もそうなんですけれども、ノアさん、名古屋ってうな丼とひつまぶしだとどっちがメジャーなのかな。昔々はひつまぶしっていうのはほとんど知りませんでした。地元、僕も地元ですけど。で、ある時からひつまぶしというものがなんか出てきて、でもやっぱりうな丼の方が圧倒的に消費量が多いと思いますよ。質問しそうな、まあ食べてる人もいるけどね。ただそのうなぎ屋さんのところね、他のところに行った時には皆さんのひつまぶし食べられました。取るあの率は高かったですね。あ、そうですか。はい、あの、私どうしてもあの職業柄、ひつまぶし好きじゃないって職業柄、お店に行きますと他の人のメニュー何食べられるかのかバーッと見てしまう。職業柄っていうのもね、またこれ皆さん分からんのね、僕らミュージシャンなのになんで職業柄っていうと、七海さんのご実家がですね、あの、もうお母さん、おばあちゃんの代から和食系の、まあ、まさに料理関係のね、やられておりまして、今弟が社長になってついておられますけどね、そういう背景がある、まあ、あの発言でございました。はい、どうぞ。はい、さようでございます。どうしてもあのお店に入りますと他の人のものを見てしまうというね、あの、とてもやらしいな。違う、そういうことじゃない、ね、いや、多分自分はそれ嫌な時がいっぱいありましたね。あの、ほんとこの食、うん、あの、もうただ今はですね、非常に懐かしいな。何ですか。昔米国のアニメでドラキュラが名古屋弁を話しているのを覚えているな。日本名はドボチョン一家だったけどアダムスファミリーですね。ドボチョンドロドロ、ドボチョンドロドロってやつかな。知らないです。あのね、あの人、名古屋弁でやってたタレントさんがおられたんですよ。名前忘れちゃった。ドラキュラね。知らない。何やってるやつ、おめやさん。チース太郎か。で、
何を言おうかなと思ってたのが、どれでかんは、はい、アーティストは普通と違うかもしれない。何を言おうと思ってたんですかね、ですね。腰を折りました。ポキ。いや、もう本当にいいです。もういいです。あの、そのことはもう必要なかったことだということで、もう喋りません。息子の話よ。あ、もういいです。何が？うん、あ、そうです。それでちょっと息子と今、あの、今会えないのが、今回は、ちょっと、テンション落ちた。ちょっとだけですけど、あの、その時はへえと思ったんだけど、昨日の晩、分からんよ、急にぽっこり時間が空いたわって連絡来るかもしれないね。昨日の晩はちょっとそのことでテンション落ちてる自分に気づきました。あの、あれ、なんか、あの、なんで東京行くのに、明日から東京行くのにとか思いながら、あ、なんかちょっと今残念空気があるのは、きっと君は来ない、それがこうでも一人きりじゃないよ、僕がいるよ、なんつってあの、そういう時にですね、やっぱりね、あの決してですね、なんて言うんですかね、僕らも暇じゃないんですよ、実はね、この今日からの東京、それ待ってください、その話じゃなくて、今何、あの、これっていうのがですね、非常に面白いのはですね、誰かは誰かの代わりには絶対なれないんですね。うん、なれないね。そういうことなんですよね。あの、決してこれだ、あの、別にその、トシさんともできないんだ。人って本当そうなんですよね。何かポカッとあるから、その人の代わりにこの人で埋めるとかいうのは、実はものすごくそれって失礼な気がして、そうではないんですよね。決してそういうことじゃないんですよね。全ては埋めれないね。そういうことなんです。うん、部分的に埋めることができると思いますよ。うんうん、そうなんです。ただ、そこではなく、あの、そこが、本当に、あの、それを、人というのはですね、どうしても、まあ、代わりがいるからいいや、みたいな状態に、こうなっていくと、優先していくものっていうのがどん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 変わっていって、で、本当に、ここ、すごくキーワードなんですけど、今、私は何、あの、今、特に本当に、あの、ここ、この50歳以降ですね、自分が、あと、リセットしたというふうな意識になったぐらいの時から思うのは、本当にこれって、どん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 、自分がやってることは、やってること、それは全部全て選択していることというのは、もう、濃密になっていく必要があるというか、濃密になってきて、必要というか濃密になってくるんですね。必要はないね。必要ないんですけど、うん、濃密になってくるんです。そうすると、そうじゃないことっていうのは、どん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 知らない間にこう、あの、こういう形したらなんです。あ、ですから、よく断捨離とかって、もちろんその意識的にするのもいいんですけれども、実はそれよりも、こちらの方、もう本当にそちらっていうことをやり始めると気づいたら当たり前のように断捨離になっているというか、もうそこはそういうことじゃなく、あら、もうこれ本当にいなくなってるなとか、もう全然違うふうにその時に、結局、これをどうにかしよう、どうにかしようとか、そっちばかりに意識を持ってる時っていうのは本当にもうそれだけでこう、こんなになってますね。だけどそうじゃない、そうじゃないところに行っていると、だんだんそれって、なんか気づいたらですね、どん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 。だけど、それはそれで、きちっと、だからそれをね、どんどん、自分のそこの部分がどん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 変わっていくと、その人も同じように、そこの人たちも同じように、やっぱり何らかで違うところに絶対変わってるので、そうすると、まあ、例えば息子の時もそうだったんですけども、10年経ってる、その10年のその時に会った時と、もしかしたらまあ3年前、5年前にもし会っていただいた、まあ、たらればないにしても、ただ、やっぱり自分がどのような時に、どのような感じで自分たちはそうだっていうのをやっぱり何かこう思ってると、必ずそこでまた同じように何か起こるという、その感覚がなんとなくですけど、なんか、わかるというかですね。なので、そこを見始めると、まあ、だけど、やっぱり昨日みたいにちょっと、あ、これすごい楽しみにして、ちょっとやっぱショックだなというふうなところがあったとしても、そうなんです。まあ今、トシさんが言ったように僕がいる、まあ、あの、もちろんそうなんです。本当に、でも今目の前のこと、だからといってそこがあるから、そこがないからがっくりではなく、あ、だからこそ、じゃあ今目の前のこのことを、本当にそこをただ単にやっていこうというふうになっているんだなと。うん、そこが、あまりこう、
自分ではですね、シュクシュクとという言い方が一番最近好きというかですね、なんかこう、前はね、淡々ととかって思ってたんですけど、淡々とではなく、なんかシュクシュクとそのことを、なんか体験するというかね、その時間を過ごすというか、そういうふうになっているかなと思っていますが、いかがでしょうか。そろそろ時間、どうされますか、もう。いや、うん、ですよね、ですよ。どんな感じで今日の僕はもう今日はとにかく富士山見れるかな、ワクワク天気いいからね。どうや最近通っても富士山が本当に 見えてなかったんで。私この間、富士山そういう飛行機から見ました。そういえばテディがひつまぶしだと安いのかな、どうなんだ、お店によって値段設定違うと思うんだけど、もしかしたら僕が勝手に今思うことは、お店にとってはひつまぶしの方が原価率が安いんじゃないかと思いますね。息子さんは東京にいるんですね。いるんですよ、はい、クリスマスの夜表参道、息子さんとの再会みたいな。クリスマスの夜に表参道にはななみちゃんはいられませんな。上り戸ですな。ノアさん、私もアラフィフですが人生の転換期だと感じています。まあ50年ってね、昔はね人生50年言ってるぐらいのものだったと思えば、50年以降は余生かみたいな考え方もできるんですけどね。そう言って言っとられる方もおられますよ。でもまあ僕は60で変わろうと思ってます。還暦あと2年。楽しみ。きっとですね、その何かみんなこうどこかで自分はこの時みたいなの、これがよくあのバイオリズムとかなんかそういうふうな、あのまあいろんな星の巡りとかですね、それ多分見てみると、一回そういうの何かを一つこう見るというのも、これは一つの確認にはなるかもわからないですね。あ、だからかとかね、なんかいつかこう、なんとなくこの時期とかって思ってたんだなっていうのが、まさにそういう時があるとか、で、じゃあそれをどうするか、やっぱりですね、なんかやっぱり、本当に確認作業を日々しているだけ、で、その確認作業だけで時間が終わってしまうと、これなんか多分なんとなくもったいない。豚の確認。ですよね、あんまりどうでもいいですよね。で、その確認作業だけに終わらない。まあ、それもそれで、その人の自分の生き方なので、どんな生き方もいいかなと思います。はい、ということで、はい、今年最後のこれは、スピリチュアルテレビ、私たちにとっては。本年も本当に皆様にはお世話になります。なんかよくぶっ飛ばしたりも してましたけど、できなかったりね。来年度もぜひ。またこのような形で。テディ今日なんか乱入してって言ったのに。全然乱入してこなかったですね。ひつまぶしではなんか。来年も僕たち、毎月第2、第4火曜日の朝やっていいかな、いいとも。もう古いね、それね、きっとね。知らん人もいるの。ということで、来年は猿年でございますが。そうですよ、猿年です。そうに思ったらですね。チャットで乱入しました。なるほど。喋ってきてもよかったんだけどね。そう、息子猿年ですわ。年男ですわ。もうじゃ24なの？そうですよ、うん。来年24です。あれ？今 24？ 来年。来年猿年って言ってる。平成4年生まれですから。そうです、4年前。28年だよね、来年ね。そうですね。早いですね。平成ももう28年ですよ。いやー、平成を保てない。保ってますけどね。最近このラブリーさん、ひつまぶしの方がメジャーだと思います。今やそうなんですかね。あ、
2人が出るイベントの紹介してくださいよって。ありがとうございます。ですね、まず明日23日祭日なんですけれども、品川のあれなんて読むんだろう。品川でですね太教博、太教ね、お腹の中の子供の太教博、ミキミキちゃんが、もっとミキミキちゃんが、もう何年か前からやってて、毎年、今や毎年12月の23日に東京でやるそうなんです。あの締めくくりで、いろんな地方でやった最後は12月23日は東京でっていうこと で東京の太教博は僕らは第1回目以来ですね。あ、そうなんですか。はい、そうです、第1回目以来だと思います。出てないと思います。まあ、仙台と、奈良と出させていただいて、愛知もなかったっけ、あったな、まあ、あったな、もういや、太教博、僕らも東京太教博は久しぶりの出演させていただきますが、なんと第1回目の時にミキミキちゃんが太教博やるんだけど、それ用の CD を作ってって言われたので、愛なる命という CD を作りまして、それの復刻版がこの度明日発売されます。はい、愛なる命という CD です。太教博でですね、検索していただければお腹の太教ですね、出てくると思います。そして24日クリスマスイブ、きっと君は来ない、はい、クリスマスイブには私たちは大塚、東京の大塚駅南口から徒歩2分ぐらい、バッティングセンターがありますが、その道を挟んだ隣にですね、シスイドゥという、なんですかね、ライブバーっていうんですかね、料理美味しいですよ。そこで投げ銭のライブをやらせていただきます。そこでやるのは2回目ですね。7時半ぐらいから第1回目のステージで、その後2回にやるのか3回にやるのかよく分かりませんが、まあ、適当にやりますので、まあ、7時ぐらいから来ていただけるとありがたいかな。はい。で、25日はなんと登戸で午後2時かな、ん満月なんですよ、実はね。そのさっきテディがチャットに上げてくださってましたけど、イベントね、25日は昼の部が3時からですね。で、夜の部が夜の7時からです。みゆき&リーという女性2人、厚木の方確かお住まいだったと思うんですけど、クリスタルボールとか一緒にコラボレーションをします。で、その日は、各、ライブ後に美魔女、美魔男無料体験会。その美魔男って何なんですか。美魔女、美魔男男の人だってできるもんということで、ななみちゃんによる体験会がありますので、ぜひ20秒で買うか買いますよ。では皆さんっていうのが、まあ、年内僕らのイベントでございます。シスイ、シスイドゥです。シスイドゥと私の方は27日の方は山口県の方で、に行きます。そして、28日は高松の方に行きます。まあ、全国をいろんなところで、自分の体験とかですね、こうやってお話をしたりとか、そんな感じで、また来年も、さらにいろんな方々といろんなところでいろんな体験ができたらいいなと思っております。ではそろそろちょっとチャットがどうかなっちゃった。なんだこれ。なんでこんなことになっちゃうんだ。行きましょうか。そろそろ。皆さん
本当にありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。ああ、はい。ではまた来年お会いしましょう。さよなら。メリークリスマス and a happy new year! バカンス娘たちよ。あ、ごめんなさい。あの、いつでもどうぞ皆さん。どうぞ。すいません。どうぞ。